があるんで、それをゲットして皆さんに癒しを提供しようと思います。はい、どうぞ。ではもう癒しめちゃくちゃ欲しいやつ、こちら足枕でございます。もう最近もう夕方になると足がもうめちゃくちゃパンパンなんですよ。もう分かりますか皆さん、靴下の跡とかめっちゃつく感じ。そうなんです。なんで私の足に癒しを与えようと思います。イエーイ。なんかやっぱりもうね、お年頃になってくると足のむくみが気になるんですよ皆さん。一本こっちしかないから、もうひたすらこうするしかないですね。はい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 。足の長さの割にあんまり開かないやつですね。さっきの開き具合を考えてもうちょいこっちですね。ストップ、ストップボタン使いました。結構動きます。で、同じ繰り返しでちょっと進めていく。で、今度ちょっと3は使わないでいきます。なんだろうね、3ボタン使っても使わなくても同じくらい動く感じがする。へぇー、ハマってるじゃん。分かった。なんで3ボタン使った方がなんかいい感じに動いてる。みんな3使って。ハマったんですよ。ハマってない。いける。いきましょう。なってるから、もうね、右側動かしちゃえばいけそう。 OK。 ナイスね。ちょっと狙いすぎましたね。もったいない。どういうこと？ちょっと奥ら辺狙ってみます。もう10回しないで取れましたからね。あー、いい感じ。はい、1個目。お休み前のひとときに疲れた足の休息を、足枕でございます。最高です。あれですね、もう足を癒されたら次はもう食の癒しですよね。こちらです。画期的ですよ。もうこの鍋一つでもう麺が作れちゃうわけですよ。最高ですね。ゲットして足やりつつ、もうこの上でラーメン食べるみたいな、それが癒し。挑戦します。はい、ではもう最後麺で締める。やっぱり何でも締めは麺ですからね。で、あれですね、輪っかがあるんで両方の爪であの輪っか引っ掛け、なんかいい感じにするんじゃない？わかんないけど。あれか、欲張って両方の足でやろうって思うからダメなのかな。片っぽずつやる。それでいきます。爪の角度が右の方がちょっと直角だから右で狙います。右のアームで左の輪っかの中入れる。体が柔らかいですね。え、違うかな、違うんかな。あれだよ、輪っか付きのフィギュアみたいな感じだからジグザグだよ。まさかの左のがヤバかったっていう。わかりました、わかりました、わかりました。この左の角が出てるので最後落としてあのイリュージョンスピンできるんじゃない？どう思います？ちょっとやりたい。で、できたらすごくない？できたらかっこよくない？わかんないのでちょっと店員さんに、店員さんに聞きます。確認したらなんとこちらゲットでございます。素晴らしい、私の麺。はい、じゃあ最後の癒しこちらでございます。はい、ライトですね。もうこの明かりだけでラーメンを食べてもうそのまま寝ちゃえるような感じ。もう最高。これ5回でいけるかちょっと挑戦します。迷った時はとりあえず真ん中を掴む。
からね。あと4回でしょう。いけそう。さっきどこ狙ったんだろう。わかった。わかりましたよ。最後一番手前のピンクに引っかかってるんで、そこ手前狙って、あそこの手前持ち上げたらいけそう。真ん中でやればよかった。あ、いけそう。やる。あ、ほら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 来たじゃん。あと1回でしょ。取れそう。いいです。もう神様がこれ以上ズボラになるなってことですよ。そういうことだ。そうしよう。そういうことにします。わー、素晴らしい。顔に囲まれて、なんてこった。これの上に足を乗っけ、むくみを取り、もう動きたくないから、これでラーメンを作って、夜もう食べて、そのまま寝ようと思います。皆さんも癒し料を見つけて、ぜひゲットして、癒してもらってください。ということで、今日の動画は終わります。